ご両親的でも大丈夫。いや、ほんまに触れたりしたらもう好きになってるからチューチューしたりとか機嫌を今日はチューがあるかもしれない。いや、ないですよ。そうですね。あ、わかりました。いや、でも、思ったより太ってないから。いい言うなら MC の中山琴です。同じく MC の大崎ゆきです。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、衣装はこれ何本撮りか分からないですけども、はい、まだまだ慣れないですね。これ大丈夫なんですか。これ本当に何回も言ってますけど、 YouTube さん的にとか。そうよ、 YouTube さん的に。いいじゃないですか。あの、これでドラム叩いてますし。そうやね、うん、ご両親的には大丈夫。的にはちょっとあの黙っといていただきたい。そうやね、この辺のことやりますんで。ありがとうございます、はい、というわけでございましてですね、はい、本日のゲストはこの方です。どうぞ。やっ、あっと、あっ、これこれましたよ。やっ、ありがとうございます。ひょうきんのハリウッドザコシショウさんでね。あ、ちょっと似てますね。ちょっとだけ似てるんですけど、失礼なこと言ってしまって。いいいいいい、いつか共演したい。同じタイプの、スキンにヒゲというスタイルでございます。はい、寄せてってます。ありがとうございます。今日のゲストはですね、バズラーの井上哲平さんです。井上哲平です。よろしくお願いします。お願いします。一人拍手、すいません、ありがとうございます。あの、先に申し上げますけども、はい、あの、だいぶとタトゥーは入ってらっしゃいますけども、はい、まあ、バンドマンなんて怖い人じゃないですか、ね、いや、あの、昨日入れてきたんで。昨日昨日か一昨日ぐらいだった。赤くなってるはずやと思います。シール、シールです。あ、シール、シールです。嘘ばっかついてますけどね。はい、というわけでございましてですね、あの、先ほどもう本当に僕ら生で見させていただいたんですけど、はい、パフォーマンス、はい、いや、僕、本当に正直に言いますと、あ、いやいや、ね、正直に言いましたから、その疲れてもやね。これね、びっくりしました。はい、あの、見させていただいて、ちょっとほんまにトイレで涙を拭ってきまして。いや、ほんまに、そうだ、むちゃくちゃかっこいいです。まあ、これもほんまに失礼なことなんですけど、はい、歌はむちゃくちゃうまいですよ。いやいや、全然っすね。あの声量は全然うまくない。いやいや、そんなにないです。全然エコでもないです。おい、大崎さん、意外とボケてくるぞ。なんか話聞いたら、吉本の元芸人と一緒に住んでるみたいで。現芸人でるんで。現芸人。この人ね、割と愉快ですよ。鍛えられてますね。鍛えられてないです。本当にあの、聞きたいことがたっぷりあるんですけども、はい、まず、これね、あの、先ほど2曲歌っていただきまして、おそらくこれ番組前後半なんですけど、最後にね、僕聞いたかったのが、その最後に、多分番組の最後に流れる予定なんですけども、はい、歌っていただいたマイウェイのカバー、マイウェイのカバー、はい、あれもう、日本語の歌詞どうなったの。日本語は僕が自分で書きました。僕だって、はい、いや、僕でいいですか。そうそう、俺です、俺が書きました。あれが、あれも本当にすごかったです、あの歌詞が。あ、よかったっす。なんか、こんなに響くんやっていうか、はい、その心に。あ、聞いてました、あなた。いや、もちろんです。何言ってるんですか。なんかソフトクリーム食べてたじゃん。ちょっとさっきソフトクリーム食べてましたもん。食べてました。いや、お前に違うよ。それで売ってほしかったですけど、それはそれで、いや、それはそれでじゃなくて、はい、本当にあの、感動しました。ありがとうございます。よかったです。今の清志郎さん のカバーズってあるじゃないですか。あります。で、あれって清志郎さんがそのね、往年の名曲にこう、うん、歌詞を当てて、はい、でこう歌うっていうのがあって、確かに結構走りですよね。ですよね。今ではやってらっしゃる方多いですけど、うん、っていうのをですね、見た時にこれだと思ってやってみたいと思ってやってみたんです。いや、完璧でしたけどね。本当ですか、うん、ありがとうございます。僕も洋楽が好きなんですけど、はい、邦楽の方が好きなんですよね。理由がなんですけど、単純に英語が分からないっていう。そう、それすごいありますね。その、うん、をもう完璧なカバーやったと思います、本当に。絶賛されている。むちゃくちゃかっこよかったです。絶賛されています。ありがとうございます。本当にね、褒められてないんで。いえ、褒められられてないんで。いや、もう随分褒められてきてると思いますよ。いやいやいや、褒められて伸びるタイプなんですけどね。あ、そうなんですか。はい、だけどあんま伸ばしてくれないですよね。あれ、どんな感じなんですか、あのバンドのメンバーの方。ヒエラルキーで言うと俺が一番下です。そんな感じしないですけどね。いや、全然。どんだけ厳しいシューンとしてます。え、シューンとしてます。シューンと手伝ってくれてるギターの方がいて、はい、でその人とあのチャカチャカチャカって笑って。4人体制になられたギターの方は。そうです。やっぱり最近入ったからチャカチャカ笑って2人で。あ、2人でちょっと仲良くできます。あの、本日はですね、そのバンドの、はい、バズラのこともお聞きしたいですけども、あと井上さん個人についてなど、はい、たっぷりと前後半分かれてお話聞きたいと思っております。はい、
基本的には大崎さんにインタビューをお願いしたいと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。セクシービジョン、いやこれね本当に僕心配なんですよね。大丈夫かな、またスタッフさんと話しないと。もうダメだったらここモザイクしてください。余計やつ逆にあれですよ ねもう全部出てると思いますまあそういうのでもいいからね、とにかくまず一回バズらしましょうか。はい、この動画をね、ぜひとも見てください。はい、お願いします。はい、では私の方からいろいろ質問をさせていただきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、はい、ではまずはじめにですね、井上さんは現在どんな音楽活動をされているか伺ってもいいですか。はい、バズラーというバンドをやってます。はい、はい、でそれがまあ3ピースバンドだったんですけども、はい、まあ、ちょっと、去年2月に俺が脳梗塞になっちゃって、はい、で左肩麻痺になっちゃったんで、うん、ギター弾けなくなっちゃって、うん、で今はボーカルに専念して、でさっき言ってたそのギターの、お手伝いの4人で、はい、4人でやってます。4人体制ですよね。はい、あのそのね、もうそこをまずやっぱりたっぷりと聞きたいなとは思ってるんですけれども、はい、その左半身が今前になさってると思う。あ、そっちですか。はい、あ、いや、そうなんですバンドの方かなと思って。そうそうそう、これたちもあのたっぷり聞きたいんですけど、はい、あのでも僕はその楽器一切弾けないんで分からないんですけど、はい、でもギターも弾けてたじゃないですか。いや、もうやっぱ弾けてなかったですね。そうですか。そうですね。いやでも本当にだってもう全然動かなくなっちゃう方とかもいらっしゃる中で、やっぱりそうやってリハビリしたりとかしてこう動かす、はい、るようになるみたいな。細かい動きがやっぱちょっと苦手になっちゃったので、うん、大雑把な感じで、うん、でもまあもともと大雑把な性格なんで、うん、大雑把でもないかな、細かいっちゃ細かいかも。ともとは細かかったんですね。いやでも大雑把だったかな。どっちやいや気になって思ってでもなんか動くところで何とかしようっていうので、こう今2本指動くから、はい、こうそれでやってみようみたいなところ。あ、なるほど。それはでも感じなかったですね、まさか日本でやってらっしゃるか。あ、今日日本でやってます。すごい。いや、すごいね。まあ、よく聞いたら全然雑音にしか聞こえてないんで。いやいや、声でかいからその歌でごまかしてとかあります。いや、もうそれがめっちゃかっこよかったです。いや、でもなんか技術っていうか、その日本、指が2本でも、うん、そのあ、指が2本ではないね日本の指でいいんです。それは反社会勢力がさ、あのすごいミスした時やで、ね、3本まで、小指から3本いかれる人あんまりない。どんなミスしたんだよ。ミスに次ぐミスでしょ日本でしか抑えられずとも、そう、もうあの気迫と気持ちっていうんですか、うで、こう、そうですね、精神ですよね、精神論だってそれでもう一番かっこよかったってことじゃないですか。うん、一番かっこよかったです、ね、すごい、はい、やった。もう、なんでしょうね、もう、はもう中から熱くなるというか、もう、もうこれの話をしたら、つい最善のことなんですけど、はい、泣きそうになるぐらいの、いえいえ、そんなにすごかったです。いや、ほんまに、触られたりしたら、もう好きになってるから、もう、チューしたいぐらいの、ヒゲが今日はチューがあるかもしれないぞ。いや、ないですよあの、例えばですけど、これから歌に専念するのか、またバンド自体が難しくなるんじゃないかとか。っていう考えってございました。いや、俺自体本当最初に脳梗塞になっちゃったってなった時は、はい、もう結構あバンド無理かもとは思ってたんですけど、うちのリーダーがドラムなんですね、はい、ザ星三枝拓也で、はい、最近もしかしたら星取るかもって言ってたんですけど、マンガ太郎さんみたいな流れ星って言ってますから。そうですね。で一応そのザっていう愛称なんですけど、はい、一応ザがまあ、とりあえずなんだろうな、こうどうかな存続とかっていう話をしてくるのかなと思ったら、はい、もう2ヶ月後ぐらいにライブが決まってて、うん、まあ、そのためにちょっとやるから直してこいみたいなその脳梗塞でっていう、まあ、言うたら重症ですよ。そうです、ね、絶対に、はい、直してこいと、直してこいっていうかライブやるぞみたいな感じで言われたのがすごいなんか良かったです。つまり本人があこれから続けていこうかなとか思うとかじゃなくて、とかやめるなんかありえないと。5人、いや5人です。あ、5本だ。5人増えたんですよ。増えてないです、はい、うん、ご本人がそれ考える前に、はい、というかライブやる決まってるじゃんっていう。そうですね。で周りもなんかその応援しようみたいなことを言ってくれたりしてて、友達のブージークラクションの、あ、ここ前にも出てたゆきちゃんだったりとか、あとそのブロンディープラスティックワゴンっていうのも、はい、篠原くんだったり。なるほど、あ、はい、そっか。あと今安さん、今スキップカウズっていう、あ、スキップカウズさん、はい、あ、すごい、そうそうたるメンズが、うん、がなんかこう
応援してくれて、うん、でじゃあてっぺん応援するイベントやるから、うん、あの元気出せよみたいな感じだった。でそれもちょっとなんかその頃には俺も気持ち元気になってきてて、うん、もうそのライブ出ちゃいましたね。ちょっと早いですね。お医者さんの判断とかってありました？何言ってんのぐらいの感じでしたいやすごい。でも確かにそのバンドのメンバーもそうだと思うんですけど、他のアートソンの仲間の方からしても、うん、やっぱりあの歌をそのやめるっていうことはありえないと思うんですよね。例えば僕らね芸人仲間で言うたら、例えばね、昔から僕ジャルジャル大好きなんですけど、はい、ジャルジャルの一人が例えば芸人やれるって言ったら絶対止めると思うんですよね、うんうんうん、そういうことやと僕は思うんですよね、はい、うん、でも俺はすごい嬉しかったのは、あデモじゃないですけど、なんだろうな、大丈夫みたいな感じで言われるのが、うん、なんて言うんだろう、ちょっと気恥ずかしいし、確かに自分の不摂生のせいでそうなっちゃってるんで、そう、なぜその例えばですけど、まあ、いろんな原因あると思うんですよ、はい、で脳梗塞になられたっていうのは、うんうん、ね、僕アンケートの方でも、うん、不摂生が原因とご自身でおっしゃってたんですけども、うん、そうなんですよ。どんな生活を、生活はもうとにかく、まあなんですかね、炭水化物多めに取ってましたね、うん、僕もそうですね、はい、お酒をすごく飲んで、はいはい、なんかちらっと聞いたんですけど、うんうん、普段なんかバンドのメンバーとか、はい、その打ち上げとかでお酒飲まないんですよ。そう、一時期なんかそうお酒飲まないっていう自分がかっこいいと思ってて一緒にああいう人なんですよ、アメリカのなんか20歳になったらタバコやめるみたいなそう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 、逆の発想ですよねなるほど、お酒飲んでるんだへえみたいな感じでいたいと思ってて、結構こじらしてますよね。だいぶこじらせですよねいろんな病気まだいっぱいあるんですけど、中二病も入ってるかもしれないですその中に中二病、そうそうそう、お医者さんカルテに中二病かな保険を見ないですよ、保険を見ないやつで、そう、でもなんかそのあれ何でしたっけ、何でしたっけだから不摂生をどんな感じだったのかなと思って、お酒ですかね、やっぱりお酒飲むとやっぱりご飯いっぱい食べちゃったりして、はい、でやっぱそうするとお酒飲んじゃったりの繰り返しですかね。もともとはその糖尿もお持ちで、はい、っていろいろ書いてましたけどもね、うん、でそれである日突然やってきたものですか。ライブ北海道3連チャンみたいなライブがあって、はい、で、最終日苫小牧のライブ終わった後に、うん、そこのライブハウスの店長さんの、はいはい、まあ、お家にご好意でちょっと泊めさせていただいたんですよ、はい、しかも新築のマンションみたいな、うん、すげえ綺麗じゃんみたいな感じでいいの泊まってみたいな感じで泊めらせてもらった、はい、その時ですかね、うん、に突然夜中午前4時ぐらいに、うん、トイレ行こうと思ったら、はい、体が全然動かなくて、うん、なんか寝違えたと思って、うん、でも寝違いにしちゃ全然戻んねえなと思って、とにかくでもおしっこ漏れちゃうから、はって、はい、こっち右だけ動いたんですよね。左側が全然動かなくて、で違えた時のそう痺れてるような感じですかね。左全く感覚がないんですよ。無な感じで、うん、でなんか重りついてるみたいで、うわすごいと思って、うん、でこうやって張っていきながら、いやトイレまで間に合わないと思って、うん、で台所に行って、で新築のマンションなんですけど、うん、申し訳ないなと思いながら、うん、その台所のそのあれじゃないですか。ありますね。シンクですか。シンク、シンクありますね。ニューシンク。シンク。ニューシンクに、はい、まあそこにちょっともうしょうがないから漏らすよりはマシだろう。これは仕方ないですからね。はい。行こうかなと思ったら、やっぱそこも間に合わず、うん、もうただもうただ漏れにみたいな。まあ残念ながら新築でシンプルに。シンプルに押し込まれる。シンプルに押し込まれるわけですね。そうです。で、いやもうこれ動かないなと思ったら、うん、どうしようと思ってタバコ吸いながら、うん、ちょっと一回落ち着く。一回落ち着くよ。一回落ち着こう。どういうことだ。待てよって、うんうん、これはなんかただごとじゃないなと思ってるうちに、なんかだんだんジーンと感覚が戻ってきたんで、うん、ああじゃあこれやっぱ寝違えてたんだと思って、で一回寝たんですよ、はい、でそんな話をしてて、はい、まあ、それさすがにその、ね、新築のマンションでおしっこ回したとは言ってないですね。そうですね、はい、そこに、ね、はい、隠して、ね、ごめんね元気くんってね頑張りましたね頑張りました、そうなんですけども、その12時間後に、うん、みんなはその日、ライブを終えてみんな飛行機に乗って帰るだったんですけど、はい、俺だけ、まあ、とりあえずちょっと実家行って、うん、実家でちょっと、親の顔を見たりとか、はい、おいっ子たちと遊んでから、1日過ごして帰るっていう日程が、はい、別だったんですよ、うん、で実家に帰って
12時間後、午後4時ですね、はい、に全く同じ症状になって、おいっ子とトランプしてる最中に、はい、全くその症状と同じになっちゃって、そしたら顔もやっぱ弛緩するんで、こうわーみたいな感じで、あ、もうその時の顔も、はい、おいっ子の顔見たらなんかもうみたいなんです、うん、どうしたみたいな、ちょっと動かないみたいな、それでそのまま救急車に運ばれました。はー、うん、なるほど。そこからは入院ですか？そこ、そうですね、すぐ入院して、はい、なんかその殴られたような痛みとかよく言うじゃないですか、倒れるのは多分出血の方だと思うんですよね。なるほど、はい、あの倒れてなったタイプじゃなくて、はい、体の内側からといいますか、あの高速なんで詰まっちゃうんですよね、脳高速が。そうですね、はい、そっか、血管が詰まった。そうです、そうです。痛いとかじゃないんですね。全然もう感覚がなくなる感じでしたね。そう、これはでもあんまり経験者しかわからないといいますか、一度その症状が治るっていうのも僕初めて知りました。そんなこともあるんだよっていう、なんかそういう例もあるらしいです。うん、はい、でもそう一気に何もなくパタンっていっちゃう場合もあるらしいですけど、まあでも季節性とはおっしゃってますけど、はい、別にね、お酒飲んだりとかっていうのはみんな当たり前じゃないですか。僕なんかも炭水化物ばっかり取ったりしてますから、だから誰に起きてもおかしくないっていうことですよね。まあある種そうですね。ただでもその本番前にやっぱり苫小牧のライブのですね、その本番の前にバケツぐらいあるドリアを食ってたりとか、はい、あ、そうか、大食いでもあるんですね。バケツぐらいあるドリアを食べて、はい、ライブをやって、はい、大量の焼きそばを食べて、はい、お酒を飲んで飲んで飲んで、はい、ラーメン食べて、はい、お酒飲んで飲んでしびれるみたいな。ちょっとごめんなさい、まあ、あえて言わせてもらいますけど、はい、軽症ですよね。本当ですね。本当に良かったですね。そんな聞いたことないですから、そんな人ですよね。お酒だけとかの人は言いますけど、ちゃんと飯も食うんですよ。バッチリ食うんですよね。そっか、いやでもそれでやっぱりその、うん、ね、バンドの方のね、まあ普通にやろうぜっていうところもあって、はい、でそのギターですよね、初めてその弾き語りなどでギター持たれた時ってどうでしたの、はい、これはっていう。入院してる時友達が持ってきてくれたんですよ。はい、その時の方がまだちょっと若干動いたと思うんですけど。なるほど。だんだんやっぱそうなんですかね、退院してから、はい、こう徐々に動かなくなっていくのをたりとか、なんだこれなんて。でもやっぱ動かしてないと、なんかこうどんどん動かなくなっちゃうんで、はいはい、もうなるべく無理してでも動かすみたいな。全くでも本当にね、その指に関してまさかそのギターが弾けるっていうのは、本当に左半身ですけども、まあ、はい、足から指先までっていう感じ、まあ、本当に感覚は分からないですけど、でも本当にかっこよくて力強いですし、ありがとうございます。今ね、ちょうどこの腕の半分ですね、この薬指から小指にかけてね、このこっち側が半分が麻痺してて、あと股関節 と、はい、あと足もこういう感じで半分に切り割れる。なるほど、真ん中から外側というんですか。はい、外側がもう、まあ、たとえなんかぶん殴られようとも痛くないです。ちょっと触らせていただいてもいいですか。全然全然。どんな感じなの。はい、そうですね。なんか終わりました。いやでも思ったより太ってないなって。初め来た時ちょっとだけお腹出てらっしゃったから、はい、あ、やっぱりご飯食べる話もあったんですけど、足は細いなっていうイメージです。ああ、ありがとうございます。感覚はヘラヘラしない。今日ずっとヘラヘラしてるやつは何もバレないの。いや本当にそうですよね、はい、確かにこっちからは分からないですね。例えば硬くなってるか柔らかくなってるかなと思ったんですけど、うん、はい、そのどっちの方も同じ足です、はい、柔らかさ硬さないんです。一応その硬くなっちゃうっていうふうに言われてるんで、うん、はい、昔はその筋トレしちゃダメだっていう説もあったんですけど、うん、今は結構筋トレもやった方がいいって言われてるんで。なるほど、はい、それリハビリなので。そうですね、スクワットしたりしてます。掴みながらですけど。すごい、すごいっすよねそれ。でも、あ、ごめんなさい、はい、基本的に今日僕ばっかり関係ないことばっかり用意したいこと何も聞いてなかった。なんかどんどん聞いて。戻りますか。どうしよう、聞いてなくて。戻りましょう。戻りますか。はい、はい、じゃあ、先ほど実家の話が出てきましたけれども、はい、思春期の頃ってどんな生活を
思春期は、はいはい、いやまあやっぱりこじらせてましたよね。結構早々にこじらせましたね。あ、そうですか。はい、あ、転勤族だったんですよ。うん、それで、まあ、父親のが証券マンに勤めてたんで、はい、証券マンだったんで、はい、あの全国津々浦々、まあ、どれくらい引っ越しました、小学生ぐらいから。横浜で生まれて、はい、すぐ神戸に行ったんですよ。でもその神戸の記憶はなく、うん、で横浜に戻り、小学校2年生まで行って、うん、小学校3年生1年間だけ札幌、はい、札幌から福岡に飛んで、はい、4、5、6、中1になるぐらいで函館ですね。あ、もう一回北海道。そうです。で、函館からまた札幌。おお、ちょっと横浜の1回のハサミもね、リターンね、ありましたけど、リターンありましたけど、そして北海道でも函館と札幌だいぶ遠いですよね。そうですね、やっぱりなんか1個の北海道でまとめられがちですけど、めっちゃ遠いらしい、ね、めちゃめちゃ遠いんで。あの、ご自身としては、はい、さっきもそのお話ありましたけど、実家といいますか、自分のアイデンティティとしましてはやっぱり北海道の方ですか。横浜の、やっぱ札幌ですよね。なるほど、はい。で、その頃にぶっちゃけなんですけども、はい、正直グレました。いや、全然多いとかで、あのね、憧れてたんですよ。あ、ヤンキー的な人、ヤンキーな人とかに。へえー、で、そのなんだろうな、モテるじゃないですか、ヤンキー、うん、モテますね。そうで、僕ら年近いんですけど、うん、今40歳ぐらいの世代の頃の、そうですよね、学生時代のヤンキーって本当にモテましたから。そう、だからモテたいなと思って、うん、グレようと思っても、でも根がやっぱりそういう人間じゃないから、うん、あんまりこう、なんだろう、悪さするのも嫌やし、そう、暴力とか怖いし。そうなんですか、うん、今にも古いそうな感じ。なんてこと言うんですか。いや、イメージバンド的にはいいんですよ。ロックなんか、ね、不良性ある方が僕絶対かっこいいと思ってますんで。そこは他のメンバーに任せる。そうですね、おぞましいな、ね、やっぱり割と花をめでたりするのは好きだな。あ、そうなんですか。そうです、早く芽が出るみたいな。そうですね、大きくなれるみたいな。なんか半分くらい嘘ついてない。なんかね、なんかはぐらかしてるような気もするんですけど。いや、全然です。本当です。でもやっぱりその転勤してたおかげでいじめられるのがすごかったんで。そうです。僕それでちょっと失礼ですけどお聞きしたんですよ、はい、いじめられないように強くならないといけないじゃないですか、転勤の場で、ね、お父様が転勤で、はい、どんどん友達付き合いが一から構築しないといけないってなったら、やっぱり多少ね、悪ぶった方が周りの中触れにくいというか。そうっすね、うん、だけどなんかいじめられっ子でしたね。あ、そっか、やっぱいじめ、多分向こうもなんかいじめてる、うん、なんかイメージがないとしてもこっちの受けるダメージ半端じゃない。いや、半端じゃなかったですね。うん、学校行かないみたいなのもありましたしね。あ、そういう時期も、うん、確かにこじらわせてましたね、それは。そうですね、うん、でもまあ家庭がすごい、まあ、うちのお母さんとかが明るかったんで、はい、そこはすごい救いでしたね。だから家族がすごい仲いいです。あ、それいいですね、うん、